世界遺産石見銀山。このゴリラテープでぐるぐる巻きにしてみます。お金がないから旅に出た。僕は会社を辞めて歩きとヒッチハイクで日本2周目の52歳。現在島根県は大田市。今回は峠を越え世界遺産として有名な石見銀山まで歩きます。とその前に、前回の動画出雲市での出来事を振り返ります。またひびが。来まして、ここ一箇所大きなのと、もう一箇所がここちょっとうっすらとね、見えるかなこれ。ということで、大田市内のホームセンター3店を見て回ったところ、恵子さんと同型の台車がなんと鹿の倍値、購入を諦めゴリラテープでぐるぐる巻きにすることに。このゴリラテープでもうちょっと応急でぐるぐる巻きにしてみます。どうなるか。まあダメ元でお金のかかんない方法でできることしたらこれくらいしかないね。雑になってきた。まあいいや、これでこんな感じでとりあえずやってみますわ。昨日までは追い風の日が多かったんだけど、今日は完全に向かい風。これはね、倍の時間かかるね。
佐野、はい、みたらしを。佐野みたらしを、はい、かしこまりました。さあ、それでは行ってみよう。涼しいし、なんだろうな、これは前に通ってた女の子たちのこれは香水の匂いだな。現在、16度、15度ぐらい。高さがね、160でも多分頭当たるね、これ。それくらい。あ、ここは高い。ここ当たんない。水がポタポタ。ポタ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 くるね。今から数百万年前、石英安山岩と呼ばれる岩の割れ目に火山の熱水が浸透、そこに金や銀が蓄積し鉱脈ができたのだ。お、出てきた。お腹が空きすぎて麓まで帰る自信がないので、返し菜にもう一本。玉の屋の美味しいお団子食べに来てね。待ってるよ。待ってるよ。待ってるよ。オッケー。もうちょっと近くに来て。じゃあもう一回手を振ってください。この後雨予報、来た道を急いで帰ります。それにしても雲行きが怪しすぎる。石見銀山、歴史はもちろんぶらり散歩だけでも楽しかったよ。いやー、ついに折れたわ。恵子さんのフレームが。ただね、幸いというかかろうじてゴリラテープで留めたところで、テープの強度で今なんとか折れてるんだけど、なんとか、走れてる、そんな状況。ちょっと今ね、まだまあ見てないけど、なんとなく想像できるんだ。多分そんな状況。雨も降ってきてね。あとどれぐらいかな。多分ね、1キロぐらいで道の駅があると思うんだけど、今日はそこだな。お風呂もね、いやー今日入ろうかなと思って、割と近くに日帰り温泉ができそうな予感があったんだけど、まあ、ちょっとそこは今日やめて、とりあえず今日はご飯食べて道の駅。なんとか恵子さんは動いてます。
セーフセーフセーフ。あのね、パンクでしたわ。後ろのタイヤね、後ろの折れてるところ、まあ、折れてるというかひびが入ってるところがもう完全にポキッとフレームが折れたかと思いきや、そうじゃなくてこの後ろのタイヤがパンクしてた。今もう修理交換したんだけど、とりあえずゴリラテープはまだちょっと頑張ってくれてるみたいな感じでね、なんとか。ちょっと汚いなこれ。今日ねずーっと山道歩いてきたからえらいこっちゃだわ。まあセーフということで明日なんとか進めます。次回予告、救世主ケイコさん緊急入院、あゆさんに新たなファミリー、何が起こるかわからない展開から目が離せない。お楽しみに。チャンネル登録よろしくね。